沖縄宮古島2日目の朝、大神島へ行くつもりでありましたが、ちょっとまずいことが起こりました。結構な強風であります。戸惑いながらも、その話し合いからどうぞ。初めての体験なんで、ちょっと今状況を悩んでんだけど、今この風ちょっとあるじゃないですか。これは大したことないと思うんだけど、大神島の中の湾が荒れてるんだって。で、一応10時20分に出発はできるんだが、帰り必ず遅延すると。で、最悪は出ない可能性もあると。で、向こう宿泊施設はないですから。初めて大神に行かないという選択をしなきゃいけないかもしれないで、今それはどうするかなと思って、もう船長判断なんで渡るかどうか。ただ今聞いたら、さっき会った僕が話した人が、あそこの大神島の食堂のご主人で神おばあの息子さんなんで、なんか僕のことよく知っててお話したんだけど、もう今日船出ないと思うよって言って、ね、観光の予定には合わさないから。なので、この後のね、時間も考えると、諦めなきゃいけないだろうなという気分になってきてます。大神をね、初めてですわ、いけないのは。これが神よったんでね、いろんな意味だから変わってきてるので、結局問題は島の人が神子らが亡くなってきてる人が多いんですよ。そんなことより金が欲しい。売買したいっていうことに関して、神を守ってるところもあるのかもしれないとも思うが、これは前も言ったけど微妙でね、ゼロではないんで、だからそういう人に会えればいいけど、さすがにね、波は変えれんもん。あの、思い通りにならない時、過去いくつもあったんだけど、その時必ず僕らは守ってくれるってことが多いですよ、いい意味でね。だから欲望をぶつけるとやっぱりそこに迷いが出るけど、大きな意味で守りっていうのはあるんで、でもそれでも私はっていうのであれば大丈夫ですもん。不思議では行きたいな、すごい行きたいなと思うんですけど、ちょっと行かないのは、介護ヘルパーが2人いるから2人置いてきましょうかね。いい仕事しますよ。行くべきではないかな、行かない方がいいかな、と思いかなと思います。いや、僕も断念した方がいいと思います。私も断念したいです。私は新米で初めての宮古島なんですけれども、何を祈るのかによって行く、行かない、断念するということよりも、何を祈りに行くのか、これから時代を何を考えていかなきゃいけないのかを考えた場合には、私は苦しいだと思います。なぜ帰れないのかっていうのはなぜなのかな、考えた時にそれだけの覚悟があるのかっていうのは言われてるんじゃないかなって私は思います。いいですよ、意見としてきます。はい、はい、ちょっと私はどちらかとははっきり今の話を聞いて、したいという思いもありつつ、でもそれを出すのはいけないのかなというふうに思います。今、はい、ちょっと分からないと思います。任せるところとみんなに。任せます。はいはい。期待ですけど、自然には逆らえないので。初めてだもんな。思いはあるよな。あのさっきお話したじゃないですか、ここはあの島人の方でも渡れないし、はい、大神の方でも来れないし、はい、お互いに行きできなくなるのは何回もあるんですよ、はい、だからお通し番があったんです。
だって自分の子供の命が危ないって言っても助けに行けないからね。その祈りをこっちでやってたんですっていうのがここのルールなんですよ。日本中でいろんな信じしてる人いますよ。でね、あなたが言ったのも分かるんですよ。神の思いを問われてるからこそ自分の意思を立てて突き進むっていうのはありますよ。ただし日本中でこういうことやって大けがしてる人たくさん僕知ってるから、なんていうのかな、紙一重なんですよ。結果的にうまくいったらいいのかと、自分の思いでね、神が私たちは解いてから自分たちが明確せないかんつってやる人たちいるんですよ。この人たちは必ず誰か怪我するかどこかにします。結果は良いと思ったけど、その場じゃないですよ。問題で終わった後が大変。家へ帰って寝れなくなったりとかずっとしますね。要は神事って何なのかっていうと、人間の意思を出すことが大事ですよ。それは僕はいつも言うんだけど、どうしたいのか言いなさいって。ただし神が目で見てるかどうかです。だからお母さんがね、自分の子供たちが来てんさ、お母さんも来たけど行けないっすさ、ここの思いに寄り添った時にどうかっていう目で見ないと、そこってね、強い意志を出すことだけではダメなんですよ。強い意志を出すことだけではダメなんです。だって母親って子供がね、家を出てさ、もしどっかで事故で死にそうになったとしても、行けないとこ行けないじゃない、海外旅行で行くときはもう死んだ後ですよ。それも踏まえて祈りしかないですよ。それが本来祈りでね、無理やり何があっても行くではないですよ。で、僕の体験で言うと、伊良部島があんだけやっていて、さっき言ったけど本当に台風で祈り終わったんですよ。終わってさあ明日帰るぞって、その朝突然台風は大丈夫なはずだったのに、一晩で急に角度変えて直下に入ったんです。その時に全員、もうすごい社長みたいな、同じ社長で、ビトンとかあらゆるブランドバッグの全部半券持ってしで、ものすごい金持ちで、この人はね、もうその明日帰って東京ですごい大事な契約があるから絶対私金がいけないのっつって、でも金もなんぼでもあるから、金も足して船出す人いないのって、でやる人はいるけど過去いたんだって、死んだって、やっぱり船ごと無理やり転覆させられるんだって。じゃあヘリはって、自衛隊のヘリがその時もね、最後に朝1便の船と朝 1機の自衛隊ヘリ来たんですよ。自衛隊ヘリは緊急搬送の時のみ、病院がないんで命危ない人はね、自衛隊に言うんですよ。だからどんなところに突っ込むヘリ言うんだけど、それでもね50メートル超えたらダメなんで、着陸できないから。でその両方が朝一番を超えた途端にもうダメなんです。だから人生の予定も全部変わったけど、その時に神おじいとか島の人に話す時に、いやこんなの昔からだって、何回もあると。それで子供の死に目合わん人もいたし、親の死に目合わん人もいたけども、そうやって生きていくしかないんだ俺らはって、それを教わったね。自然と共に生きるっていうことの厳しさを、ね、人間の思いはあるさ、だけど自然界がダメって言うからダメなんですよ。そこを学ばないと自我なんですよ、人間の欲の自我で、ここの戦いなんで、いろんな神事となって、だからまあ実名出すとあれだけど、北海道の愛の女性で、本当は女性はね愛の拝みしちゃいけないですよ。でもこの人がちょっと有名になって、この女性が日本中からいろんな若い人で集めて自分勝手な神事やってたんですよ。神事を自分でもやってたんです。で山に登って30メートルぐらいのところからね、突然落ちたんです。落ちるはずがないところ で全身複雑骨折で、まあ九死はなんとか免れたけど、神事で怪我をしたら失敗なんでダメなんですよ、絶対に。でチームで動いた場合はたった一人が怪我してもダメなんです、問われてることになって。みんなそれぞれの思いがあるでしょ。だけども大きな目線で見ないと神事ってね、分からないこと多いんです。強い意志だけではダメなんで、じゃあその強い意志をお母さんは
出し続けれるか子供にって託さなきゃいけないでしょ世の中に。それってでっかいお母さんの愛じゃないですか。自分の子供がね、まあよく戦争で世界医療チームのあるじゃん、ボランティアとか、あれで行って亡くなる子もいるんですよ。あれを送り出すと親を考えたらいいんですよ。いいことしてるはずなんだけど現地で殺されたり普通にありますよ。親の思いってそこの覚悟でしょ。だからここはここでそれを学ばんといかんでしょ。だからここは命の駆け引きの島と島地なんでしょ。だから僕は今聞いたけど、だから本当に申し訳ないって言ってたけど学べってことだなって。だからさっきの富見台の上の小川今もそうだけど、これは来ない方がいいんだなって僕は思ったから。自分の思いをね突き進むと必ず問題が起きる。で僕のチームでやった時はやらせないですよ絶対ね。ただ僕の新宿終わった後にどうしても行きたいかって一人で行った人もいたんですよ後から。別な日にね大怪我してたもん。やっぱり考えられない怪我をしますね。いや僕はだって一番高い神と話してるし一番深い神と話して判断してるでしょ。海の底の神とも天の神とも全部話せるんだけど人間の思いが一番ややこしいんですよ。勝手に理由付けをするから。海の底の神の思いに気持ち合わせてますか。地球全部を見守る神の思いに心合わせて喋ってますかって。そこなんですよ真理って。だから僕は人格心あんまり好きじゃないです。気持ちはわかるけども情が思いが強すぎる。自然界はある意味冷酷なんで命取るときは簡単に取るでしょ。東日本も学んだじゃないですか日本人は。祈ってないわけじゃないですよあの人方って。だから何のために祈りをしに来てるのかっていうのは僕は自然界があってからの人間なので。人間の人格心の思いはあるのは分かるけどそれとは別なんでね。去年のやりも言われましたよ。去年船長さんが乗った船のエンジンというか船がねそこがこれだけじゃないんで船の底にピューッと入ってるあれがあと簡単に転覆するんですよ。漁師の船ってものすごい深いから絶対に振られないんですよ。その代わり運転技術がないと波が十何メートル立つからこの上に垂直に当てないと当てればドーンっていくんですよ。横になったら吹っ飛んで転覆するから。だからすごい運転技術なんですよ漁師って。だから一晩中24時間台風の中で運転してるんだもん。止めたらね吹っ飛ばせるんだって。絶対エンジン動かしてないとずっとこうやって波見て真っ暗の中で見るんですかって見るそう心の目で見るんだよって。それが漁師なんですよ。だから漁師はたくさん命海で死ぬでしょ。ほんのちょっと過信すると死ぬって。だからそれを聞いた時に海の神の恐ろしさは知ってるんですよやっぱりね。だから僕は海の神も自然界も拝むから大事にしてくれたけど、だから海の神がダメって言うからダメなんですよ。これ風の神海の神が両方ダメなんですよ。風が吹いても波が立たない時もあるんだけど大神の内湾が荒れてるってのは今ないので普通内湾って静かなはずなんで、そこがうねうねしてるんだから、それ船体当たったら穴開くからね。から船長は、ね、出さないと出さないもん。こういうことが一番大事な神事の学びなので、じゃあ祈りはしたいと。で最高点は大神って祈ることが最高点だけど、じゃあ昔のこの島地部落の人はどこで拝んだかって言ったら富田だけど、今富田も見えないからね。じゃあここから拝むことは通せるんですよ。もうここはもともと通し場だから、そう捉えた時に自分の思いをここから通すことができるでしょ。これが一番大事なね神事の心です。平地で安全なところで祈ってるのは簡単だけど、山の上にね、俺も北海道だったけど10月で下は25度ぐらいあったのに上は氷点下で結氷してたんだからね。
一歩間違ったら通して死にますよ。その時は根性あって行けたけど、まあ足元ミスったら滑落だね。だからそういうことをやってはいけないと僕はそこで学んだんで、もうどうしてもできるんですよ。だけどできる限り僕は近づいてあげたいと思うけども、それは俺のじゃなくて神に近づいてあげたいっていう、母のところに近寄ってあげたい思いと一緒でも、母が来るなっていう時は行かない方がいいですよ。だって来てほしいというか準備が整うはずだもん、やる準備も含めてね。だからそれは足りない気づきなのか守ってくれてるのかはいろいろあります。だから神方はそういうふうに考えてほしいです。自然界ほど怖いものはないです。ちょっと祈り場探すけど、どっかでそこで祈って終わらせて、移動することにしますわ。はい、かな、はい、最大の今年はこういう大事な学びです。過去に一回もないので大神見てなかったこと、その前とっくに出る前から明日見るっていうのはあったけど、来てダメはね初めてなんだよ。だって今動いてたから、なんかおかしいなと思って早かったけど、ちょっと一番全部時間変わったし、今日はちょっと出ないぞって言ってた。今のさっきのうっぷり食堂のこの人が言ってくれたから、いや今日出ねえんだよかなって言ったから、そこがやっぱりね、あの人トップなんですよ今。あそこに実は地区長なんで、あの人が判断するんですよ。そういう方と知ってるで、この判断って、お母さんの思いの代弁者でもあるんです。あと大神の神おじおばあたちを支えてるのはあの人なんだ。そうなんですよ、あの人が全部の窓口ですから。全部知ってることを知らんっていうね。で俺にだけ教えてくれるから心を問われてると思って、で気づきなさいってことは、人間のわがままを主張することが神事じゃないんでね。よろしいか。